1970年代、日本の暴走族シーンで、その名を轟かせた、ブラックエンペラー。彼らの初代総長として、その名を刻んだのが、石井進。石井は、カリスマ性と行動力を兼ね備え、メンバーを統率するだけでなく、暴走族の生き様を、一つのスタイルとして確立した人物だ。石井の下で、ブラックエンペラーは、急速に勢力を拡大し、他の暴走族からも一目置かれる存在へと成長していく。石井が初代総長を退いた後も、数々の総長たちが、その後を継ぎ、ブラックエンペラーの名を、さらに高めていく。その中でも、特に知られているのが、二代目総長の山崎陽一。彼は石井から引き継いだ組織の基盤をさらに固め、その勢力を拡大し、全国の暴走族シーンに影響を与えるまでに成長させた。山崎は大胆かつ冷静な判断力で、他のチームとの抗争を制し、ブラックエンペラーを最盛期に導いた人物として語り継がれている。続いて、三代目総長として、高橋俊樹が就任。高橋は戦略家であり、暴走族の枠を超えた活動にも手を広げ、音楽やファッションなどのサブカルチャーと、暴走族を融合させる新たなスタイルを打ち出した。彼のリーダーシップにより、ブラックエンペラーは、一層カリスマ性を増し、若者たちの憧れの的となっていく。そして、四代目総長となった、斎藤秀樹は、その名を、さらに全国へと広げた人物だ。斎藤は、過激な行動で注目を集める一方、メンバーに対しては、兄貴分のような存在であり、彼の周りには、常に熱い信頼が寄せられていた。特に、暴走行為においては、伝説的なエピソードを多く残し、ブラックエンペラーの名を、全国の暴走族会に知らしめたのだ。初代総長の、石井進が築き上げた基盤をもとに、歴代の総長たちは、それぞれの個性と信念でチームを導き、ブラックエンペラーを、伝説的な存在へと成長させていった。彼らの活躍は、暴走族シーンに多大な影響を与え、今でも多くの人々の記憶に鮮やかに刻まれている。